ポーランド航空博物館で展示中の AI-25EUCHENCOAI-25 AI は e u c h e n コ o 設計局が開発した航空機用ターボファニエンジンである。エンジンは単純かつメンテナンスが容易なように設計されトラブルフリーで信頼性が高く良好な操作性を誇っている。2007年までに AI-25 は6300機以上が 生産され稼働中のエンジンの運転時間は6000万時間以上に達した。同様に派生型である AI-25 トルコリラについても6000機以上が生産され37カ国で運用されている。2007年の時点での総運転時間は650万時間以上である。ファン AI-25 はよく最初のリージョナルジェット機と呼ばれる。 約マイナス43発式ジェット旅客機に搭載するために設計された。そして DV-2 の出発点ともなった。プロジェクトは1965年に開始され、1966年に AI-25 の最初のテスト飛行が実施された。1967年9月7日にはベンチテストが完了し、同年中にエンジンの量産が開始された。 1972年に AI-25 は世界で唯一のジェット推進の副用機であるポーランドの M-15、ベルフェゴールの動力として選択され AI-25 シリーズに M のブランド名で1975年には搭載され翌年に飛行状態試験に合格した。1977年の第二四半期には単一のエンジンプロファイルを持った。 AI-25 シリーズ 2E の導入が開始された。その後も AI-25 の開発は続けられ、チェコスロバキアの L-39 アルバトロス、軍用練習機で使用するためにアップグレードされた AI-25 トルコリラが設計され、1971年に最初のエンジンが製造、1972年に L-39 による 飛行試験を開始した。1973年6月12日には、ベンチテストを完了、年末に量産を開始した。AI-25 トルコリラを小型化した、AI-25TLK は K-8 の中国向けである、JL-8 練習機が装備している。1997年には、エンジンは、南消引き製造工師において、 飛行試験が実施され、1998年以降、供給されている。また、AI-25TLK は、国防科学工業委員会によって1998年までの国産化が決定され、1992年8月から、方航空動力講師によって、リバースエンジニアリング作業が開始された。1995年に、 エンジンの作動試験が開始され、2001年10月には、初度生産が開始され、渦線11の名称が与えられた。このエンジンを搭載した L、JL-8 は L-11 と呼ばれる。AI-25 の別の派生型は、1990年の AI-25TLSH である。AI-25TLSH は2001年に、 ウクライナ国防省によって飛行試験を受け飛行状態のテストに合格した。試験では上昇率、操縦性、加速などの特性の改善が確認された。イーチェンコでは既存の L-39 と JL-8 運王国へのアップグレード用として AI-25TLSH を販売している。これは航空機の耐用年数を延長し、 性能を向上させることが予想される。最新型は m i g a t 向けに設計された AI-25 トルコリラシリーズにである。約 -40 に搭載された AI-25AI-25 AI トルコリラ、一般的特性構成要素性の出展。ありがとうございます。